皆さんこんにちは、受験合格コピーの二宮です。最近ですね、今年中学受験を終えたお客様といろんなねやり取りをさせていただいておりまして、まあ、今日はですね、そんな中でも開成中学校と桜蔭中学校にね合格をした子どもたちの親御様4名の方にねお話を聞かせていただいた内容ということでお送りしてみたいなというふうにね思っております。いろんな質問をねさせていただいているんですけども、今日はね3つの項目に絞ってお伝えしていこうと思うんですけど、まず最初にねちょっとお伝えしておくこととして、まあ弊社のそのコピー機をレンタルしていただいているお客様の中でですね、まあ今年御三家に合格しましたっていうふうにねご連絡いただいた方々に、まず塾を聞いたらですね、皆さんサピックスに通ってるねお子様だったんですよ。だからまあサピックスっていうね限定になってしまうかもしれないんですけども、おそらくね他の塾に通ってる子どもたちも似たようなね傾向はあるんじゃないかというふうにね思いますので、ぜひね聞いていただければと思います。ではね早速ちょっと行ってみたいと思うんですが、まず今日はね3つの質問事項に絞って、お伝えしていこうと思うんですけど、まずね1つ目の質問が、お子様自ら勉強していましたかっていう質問になります。そして2つ目が、勉強時間とリフレッシュの時間、まあ、休憩時間との切り替えはうまくできていましたかっていう質問ですね。で3つ目が、まあ、仮にね2時間勉強するとしたら、間にね挟む休憩時間というのは何分ぐらいでしたかっていうことにね、この3つについて今日はお話をしていきたいと思います。そして最後にね、まとめっていう形でお伝えしていきたいと思いますので、ぜひね聞いていただければと思います。ではね最初の質問からいってみたいと思います。まずねお子様自ら勉強していましたかってね非常に気になる質問だと思うんですけども、まあ、最初ね結論を申し上げますと、うちの子はね勉強一人でやってましたよっていうふうにね、回答いただいたお客様っていうのが、一人もねいらっしゃらなかったんですよ。これね意外だなっていうふうに感じるかもしれないんですよね。例えばその巷では、まあ、うちの子は一人で勉強することができなくて成績がね伸びないんですよねっていうようなことを、耳にしたりだとか、例えばうちの子は一人でこう勉強できたりしないので中学受験に向かないかもしれないなっていう言葉を聞いたことがあるんじゃないかと思うんですよね。だけど、まあ、結論、その回答としてはですね、まあ、自ら勉強してる子はやっぱいなくて、まあ、ある程度ね、親御さんの目が行き届いた場所であれば勉強はするんだけど、そうでない環境になってしまうと、まあ、一人でやるってことはなかなか難しかったですと。場合によってはね、うちの子はもう全然本当に一人じゃ勉強できないので、親が常についてないとやっぱりやりませんでしたっていう方もいました。あとはですね、例えばその普段ね、親御さんがある程度サポートついてるにしても、まあお父さんお母さんがねどうしても外出をしなきゃいけない日っていうのがあって、まあそういう時はね、今日一日は、一人でね家庭学習ちょっとやっといてねっていう風に、まあ復習しなきゃいけないね、教材っていうのを子供に渡して、帰ってきたらですね、やっぱり終わってないとか、まあ一見やって終わってるようには見えるんだけど、中身を見てみると。全然できてないとかね、もしくはそのやったっていう状況だけを作るような、家庭学習だけをやっていたとかね、そういうようなことがあったっていう話だったんですよね。意外とですね、中学受験っていうのはその一人でできないとダメだとか、その自立していくとかっていう話をね聞く時もあるんですけど、まあ難関校にね、まあ難関校というかもう御三家にね合格した子供たちもそういう状況だっていうふうに考えると、まあ、見ていただいてる方の、まあお子様がね、自分で勉強はなかなかできないんですよねっていうことだから中学受験に向かないっていうことでもないと思いますし、まあだから成績が伸びていかないっていうことでもないのかなと。まあいかにしてね、そういう状況の中で家庭学習を続けていくことができるかっていうことを各ご家庭の中でね、気づき上げていくっていうことがやっぱり最も重要なのかなっていうふうにね、思いました。そしてね、二つ目の質問なんですけども、まあ切り替えがうまくできていたかですね。まあ勉強の時間と休憩時間は切り替えできていましたかっていう質問なんですが、これに関してはですね、まあほとんどの方が、それに関してはね、できてましたっていうね、回答になっています。例えば何時から勉強を始めようかっていうふうに決めていればですね、まあスタートするのに結局30分かかってしまうとか、そういうことはね、なかったですっていうね、回答になってるんですよ。で、よくね、聞いてみると、例えば勉強する場所と、まあ、休憩をする場所自体がね、違うっていうご家庭もね、複数いらっしゃったんですね。例えば子供の部屋で勉強してる子供に関しては、まあ、例えば漫画を読んだりとか、ゲームしたりするっていうのは、その部屋ではなくて違う場所でやっていましたっていうことなんですよ。で、リビングで勉強してるっていうことに関しては、別のね、例えば子供部屋で本読んだりとか、そういうような感じで、まあ勉強する場所と休憩する場所を切り替えることによって、まあ場所を移動するごとにね、まあ体の切り替えと頭の切り替えがスムーズにいくようになっていたので、
まあ、休憩時間との勉強時間の切り替えに関しては、そこでスパッとね、切り替えができるようにはなっていましたっていうことなんですね。だから今、同じ場所で勉強もして、例えば漫画読んだり、ゲームしたりっていう環境があるんであれば、まあ、その場所をね、変えてみるっていうのは、効果があるかもしれないなっていうふうに思いますので、今同じ場所でやってるんであればね、まあ意図的にそういう場所を変えてみるっていうのも効果があるんじゃないかというふうにね、思います。そして三つ目の質問ですね。これに関してね、ちょっと自分自身が個人的にね、気になってる部分があったので聞いたものなんですけど、まあ仮にね、2時間勉強するとしたら間に何分休憩取りますかっていうところなんですけど、平均時間はね、なんと4分っていうね、答えになっています。まあこれは、まあサピックスにね、通っているお子様なので、もしかしたらそういう回答になってるかもしれないっていうのと、まあ直前期、まあ6年生の時のイメージがどうしても強いのでね、例えば3年生とか4年生であれば、まあ2時間勉強するっていうこと自体もね、少ないかもしれないんですけど、まあ6年生の、時の、状況を考えると、平均時間は4分ということなんですね。まあさっき言ったようにサピクスっていう塾は、塾自体ね、例えば3時間あるとしたら、その間に休憩時間がないって言われてる塾になってるんですね。まあ関東以外の方もね、ご覧いただいてると思うので、そのあたりちょっと詳しくお話しますと、仮にまあ3時間授業があったとしたら、まあ今日は算数と理科をやりますよっていう状況があったとするとですね、算数の授業が終わった瞬間にまあ先生がこう出ていくと同時に理科の先生が入っていって、まあ、すぐね授業がスタートするって、それでね3時間っていう時間が設けられている塾なんですよ。だから塾に行ってる間は基本的に休憩時間がないっていうことを考えると、まあ家でもね2時間であれば、まあトイレ休憩だったりとか、まあタイミングがいいところでちょっとこう伸びをしたりだとか、まあそういうようなね、時間ぐらいでしたっていうようなことがね、多かったです。で、自分自身がね、ちょっと気になってたっていうことっていうのは、例えば1時間勉強して、まあ30分休憩して1時間勉強したりとかって、そういうことがね、あったりするのかなっていう意味合いでちょっと聞いたんですけども、まあそれであればもう2時間終わらせてしまって、その後30分休憩するっていう方が、子供にとってもね、家庭学習っていうのは続けやすいっていうことを皆さんおっしゃっていたんですよ。だからまあ間にね、休憩時間入ってしまうと、やっぱりもう一回ね、まあ思い起こしを上げてっていうわけじゃないですけども、もう一回じゃあ頑張ろうかっていうふうに、時間をね、ロスしてしまうことがあったりすると思うので、まあ3年生とか4年生であればね、ちょっと短い時間、1時間であれば1時間の間に、まあ休憩をね、3分なり5分なりっていうところで、1時間やってみようっていうふうに取り組んでいくとですね、意外と子供に関しては、まあそれが1週間も続けばね、まあだんだん慣れていくっていうこともあるのかなというふうにね、感じます。まあ今日ね、その3つのお話しさせていただいたんですけど、まあ共通してね、あることにね、ちょっと自分としてはやっぱり気づきました。それね、やっぱり全ての物事がね、毎日の習慣になってるっていうことなんじゃないかと思うんですよね。まあ習慣化するっていうことに関しては、まあこれまでね、ちょっと僕も動画の中で少しお話したことがあったかもしれないんですけども、まあ自ら勉強するとかっていうところもね、まあ親御さんがサポートに入るっていう習慣、これに関してはね、まあお子さんの頑張りももちろんあると思うんですけども、親御さんの方にも時間がね、あるんであればできるだけね、お子さんの時間をやっぱ共有して、その時間を毎日の習慣とすることができれば、まあ続けていきやすいのかなというふうに思いますし、休憩する場所をね、こう切り替える、まあ場所を変えてっていうのも、それも習慣の一つではないかと思います。まあ、休憩時間に関してもね、まあ、間できるだけ挟まずに、終わってからね、ゲームなり漫画なりっていう時間を設けようよっていう習慣になっていれば、基本的にはね、早い段階でまあ勉強を終わらせて、残った時間で休憩するっていうね、サイクルを作っていくことができるんじゃないかというようなことをね、感じました。それとですね、この質問事項の、まあ、ちょっと補足っていう感じなんですけど、その間にね、休憩時間を挟むっていうところに関してなんですけど、ある方はですね、こういうようなことをおっしゃってたんですね。まあなかなかね、子供がこう1時間とか勉強を続けていくことが難しい状況があったんですけど、こう、椅子をね、座り直すっていうことをしょっちゅうやってるっていうことに気づいたっていう親御さんがいたんですよ。で、結果として、まあ椅子をね、交換しましたと。まあその座りにくかったのか、まあお尻が痛くなってしまうっていう状況があったんだと思うんですけど、高さ調整ができるもので、ちょっとね、いい椅子を買ったんですっていう方がいました。まあそうすることでお子様のね、まあ姿勢にも影響があったりするのか、まあ座り心地だったりっていうこともあると思うんですけども、まあ1時間2時間という家庭学習続けていくとですね、なかなか椅子が合っていないと、まあ集中力を欠いてしまうっていうこともあるっていうことだったので、のお子様に関しても椅子が合ってないっていうこともあるかもしれないんでですね、いつもお子さんが座ってる椅子が合ってるかどうかっていうのはチェックしてみるのもね、いいんじゃないかというふうにね、思ったりもします。
まあ、ということでですね、今日はサピックスに通って御三家に合格したっていう子供たちのお話をね、少しさせていただきました。あとね、もう一つだけ、もちろん共通事項があるんですよ。当然弊社のお客様なんでですね、ご自宅には業務用コピー機を置いていただいて家庭学習を続けていましたっていうね、方々のお話になっていますので、業務コピー機レンタルしていただけると嬉しいかなというふうにね、思っております。まあ、これからもね、中学受験関連のお話していきたいと思いますので、ぜひね、チャンネル登録していただけると嬉しいです。それとね、動画の高評価もいただけると嬉しいです。ではまたね、次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。受験合格。